こんにちは、土の子です。さあ今回はね、海洋画をどんどんねスキル上げていこうかなと思います。とりあえずちょっと目安として10回挑戦して、まあどこまで上がるかを検証しつついこうかななんて思います。パーティーはですね、ライボルト、まあレベル上げと兼ねてね、シェイミー、ジバコイルの4つの力プラス、眠らせる4つの力プラス、こんな感じで、いきたいかなと思います。それじゃあどんどんやっていきましょう。10回挑戦します。4000コインですね。まずはここを開けて4つの力プラス、あら4つの力は失敗。ほほう、ライボルト揃えて上から落としていく。そして4つの力プラス、さらにはライボルトをやって、そして眠らせない。眠らせたい、眠らせたいのに眠らない。4つの力プラスを成功させて、さあもう一回眠らせていきたいが、なかなかちょっと難しいかな。4つの力プラス、4つの力を優先。嫌なところにちょっとライボルトが固まっちゃってるね。ライボルト、あでも全然あれか、今 HP チラッと見たけど余裕ですね、海洋川ね。さあ行け、まあ、そんな気にすることないでしょう。ライボルトでドドドンと、おお、なんか音聞こえてなかったけど、もう早速落ちてる。ラッキー、全然気づかなかった。プレゼント落ちてました。一発目から幸先いいぜ。さあ海洋川、スキルパワーでどんぐらい上がるだろう。おっと効率が悪くなってる、3分の1ぐらい。じゃあ行きましょう。よし落とした、今落ちたね。ちょっとダメかと思ったけど、ちょっとでも倒せるかな、ちゃんと怖え、ちゃんとやりたい、頼む。さあ行け、ナイス、やった、2連続で落としてくれました。ちょっとギリギリだったけどね、手数は。はい2個目、グググン、あーやっぱり3回だね、3個必要だね。さあもう1回、よし、また落ちた、すげえ調子いいんだけど。はい倒す、しっかり倒すことできました。今んとこ全落ちだぜ、ありがとうございます。これでレベルが上がった、与えるダメージがアップ、岩を消して与えるダメージアップと面白いね。ちょっと後で見てみようか。さあ4回目、さあ今回は落ちませんでしたね、さすがに4連続は無理だった。はい次もダメ、落ちなくなってきたよ。はいまたダメでした、今度は3連続失敗。いやまた出なかったよ、これはね。何なんだろう、うわーよ、今回よく出るなーっていう人と、よく出ない人な、でよく出ないかもっていう人がね、すごい分かれそう。なんでこんな連続で出なくなるんだ。最初からね4回連続で出なかったらかなり嫌な感じですけど、最初に3回連続で出てるからね僕は。はい5連続出ないね、何これ、レベル上がったのがいけないのかな、スキルレベル上がってから1回も落ちてくれませんね。うん、落ちなさすぎでしょう、6連続落ちてない。さあラストですね、10回目、はい最後は7連続、プレゼント出現せずで終わってしまいました。何なんだこれ一体、恐ろしすぎるんだけど。お金返して。さあじゃあね、海洋画の岩を消す、ちょうど、さあそれじゃあね、海洋画の岩を消すでダメージがアップっていうんで、ちょっと見ていきましょうか。さあそれじゃあ海洋画の効果を見るためにですね、グライオンで行ってみたいと思います。まずは岩を消しながらどのぐらい、どのぐらいダメージが入るか見ていきましょう。岩を消す、270、お今の段階で3倍ってことですよね。もう1回
岩を消す3倍よく考えればここのグラードンでやったらよかったね。ちょっと失敗ちょっとミスしました。ちょっと適当なパーティーでいきたいと思います。4マッチで岩を消すで405、4マッチ効果が今入ってたんだよね多分ね。最初の岩を消すの時は270だったんですけど、2連目にね190いくつになってたので、おそらく効果抜群の2倍に対してさらに3倍になるように調整が入ってると。岩を消すを発動した時点で、3倍になって、そして2連目は岩を消すの追加ダメージがなくなってるので、2倍プラスコンボのダメージアップという感じで190台に下がったんじゃないかななんて思います。なので確かにね、岩を消すが発動した時にダメージ倍率がアップしてるというのが分かった感じです。これがさらにスキルレベル上げるに従っておそらく倍率が上がっていくっていう感じでしょう。ただね、今回レベル1個上げてそっから先7連続、プレゼント出ずだったので、かなりねいきなりやる気はごっそりそがれる感じですけど、まあとりあえず次もね10回チャレンジで、サトシ月光画の方やってみたいと思うんで、よかったらまた次もね見てください。それじゃあ土の子でした。